ADHD です。感情のコントロールが効かず困っています。どうやったら切れないようになれますか？まず、ADHD なので、切れないようにするのは無理だっていうのに気づいてください。僕 ADHD ではないですけど、遅刻をしないのは無理であるって気づいてます。なので、要は、遅刻をしない人間になろうってやると、多分無理なんですよ、能力的に。できないことをやろうとして難しいので、なので、遅刻をしても困らないようになろうっていうので、学生時代とかって、待ち合わせをするときの待ち合わせ場所を必ず本屋にしてたんですよ。あとコンビニとかね。で、そうすると、20分、30分遅れても、人が本を読んでると怒らないんですよ。いや、例えば8校前ねとか言われて30分待たせると、8校前って何にもすることないじゃないですか。8校見てても多分ね、30秒以上見れないんですよ。でも、本屋にしとくと、なんか人は本読むんですよ。で、遅れてくじゃないですか、僕が30分後に。で、30分後に遅れてると、大抵なんかの雑誌読んでて、あ、来たんだ、ちょっと待っててって言って、で、その人が今度は僕を待たせるんですよ。霧のいいとこまで読むから。で、霧のいいとこまで読んで、僕待ってますと。で、終わって、あ、ごめんごめんって、今度は30分僕待たせたのに、なんか2、3分僕がそこで待ったせいで僕が謝られるっていう、そういう状況になるんですよ。なので本屋超便利って思ってて、割と本屋使ってたんですけど、なんか大人になるとあんま大人って本屋で待ち合わせしないんですよね。なんであとコンビニもなんか最近立ち読みがなんかしづらくなったみたいで、なかなか厳しいですよね。多分 ADHD です。2年ほど遅刻し続けて許されてるのですが、明日のミーティングを遅刻すると首と言われました。マジでしょうか？もう今から行けば早く行く分にはいいと思うので、早めに行っちゃってください。